おととい、安倍総理が開いた会見。今からの2週間程度、国内の感染拡大を防止するため、あらゆる手を尽くすべきである。そのように判断いたしました。新型コロナウイルスの感染拡大を受けた政府の対応について理解を求めていました。そんな中、昨日行われた高校の卒業式では、まもなく卒業式が始まるんですが、体育館の入り口にはウイルス対策のため、たくさんの消毒液が置かれています。アルコール消毒液の設置のほか、出席者はマスクを着用、座席の間を20センチほど空けるなどの対策も取られました。出席者についても異例の対応が。卒業生と教員のほか、保護者は卒業生1人につき1人までとされ、在校生などは出席できませんでした。他の県とかでは中心になっているところもあるので、その中で在校生はいなくてちょっと寂しかったりはしたんですけど、行われて無事に良かったなと思います。やっぱり卒業式があるっていうのとないのっていうのではやっぱり違うかなと思うので、卒業式が行われたことがだけが本当に良かったなって思います。異様な感じというかあれはあると思うんですけど、でもまあこういう 事態というかあれなので、まあ、しょうがないのかなって思ってます。はい、祝電や式辞なども省略され、規模を縮小した異例の卒業式となりました。こんばんは。新型コロナウイルスで先ほど新しい情報が入ってきました。大型クルーズ船ダイヤモンドプリンセス号で陽性反応が出て、県内の感染症指定医療機関で受け入れていた患者1人が今日退院しました。症状が改善した後、2度のウイルス検査で陰性だったということです。これで県内で受け入れている入院患者は5人となります。そして政府からの全国一斉休校要請を受けて、県内でも対応に追われています。今日から国見町と日の江俣村の小中学校が休校となりました。今朝、国見町の国見小学校。いつもは子どもたちの明るい声が聞こえるはずの教室ですが、今日は休校のため子どもが一人もいません。国見町では町内の小中学校2校が臨時休校になりました。これを受け併設された児童クラブでは、朝から子どもたちを預ける保護者たちの姿が。今回こういうことになったので、はい、働いているので、はい、朝から、はい、お願いすることになりました。ここですね、預かってもらわないとどうしてももう2人で子どもと生活しているので、夫婦共働きだと無理なので。通常放課後のみ子どもを預かる児童クラブですが、町の決定を受け今日はおよそ50人を預かりました。そして施設に入る前には、6度2分、対策のため今日からは検温とアルコール消毒が徹底されていました。こちらでは普段ならおよそ10人の職員が業務に当たりますが、今回は国見小学校から3人の先生がサポートに入りました。金曜日に私たち集まりまして、1時間ちょっとの間の中でバタバタとミーティングを行いまして、いろいろ対応を決めたわけなんです。仕事もね、その休むわけにもいかないので、ここが開いていることですごく助かりますという話でした。こちらの児童クラブでは4月の始業式までこれからさらに人員を増やして対応することにしています。一方、こちらは明日から臨時休校となる郡山市の小学校。6年生の教室では最後の授業が行われていました。自分が自信を持って進学して、そして成長につなげることができるように、
プラスの方向に行くような3週間にしてもらいたいなと思っています。授業後帰り自宅をする子どもたちの手にはたくさんの荷物が。みんなと会うのが、あと卒業式の時だけで、なんかちょっと寂しいなと思って。まあ自分の課題を見つけて取り組むことができたらいいなと思います。今後の登校予定は23日の卒業式のみ。子どもたちは複雑な心境で小学校生活最後の授業を受けていました。そして小中学校や高校などの一斉休校が始まり、混乱が広がる一方で、就職活動をする大学生にも影響が出ています。今日向かったのは福島大学。3月に入り就職活動が本格化する時期ですが、中止になりました。またあちらも中止になりましたということで、新型コロナウイルスの影響で合同企業説明会が相次いで中止になっています。昨日解禁された新卒大学生の就職活動は、新型コロナウイルスの影響で合同企業説明会などのイベントの中止が相次いでいます。200以上の企業が出展する予定だった福島大学主催の合同説明会も中止となりました。この合同企業説明会をきっかけに、就職活動を本格化しようというふうに思っていた学生が、多いと思いますので、そういう学生にとっては、出花をくじかれたというような不安っていうのは非常にあるのではないかというふうに思います。大学では合同説明会の代わりに企業ごと個別の説明会を開催するよう調整を進めています。現在の就職活動は3月から企業説明会が始まり、6月から採用の選考、そして10月以降に内定という流れになっています。しかし全国的にコロナウイルスの影響が出ているため、全体的に後ろ倒しになる可能性も考えられるとのこと。福島大学の就職支援課では、焦らず健康を第一に、自己分析や企業のリサーチを進めるよう呼びかけているということです。福島大学の就職支援課によりますと、県内でもインターネット配信によるウェブ説明会などを行う企業も出始めているということなんですね。今後の動向によって説明会の方法も変わるので、こまめに情報を収集してほしいということでした。そして県内のレジャー施設でも感染対策が行われています。スパリゾートハワイアンズがあさってからの休園を決めたほか、郡山市の図書館でも休館措置が取られています。ハワイアンズを運営する常磐興産によりますと、政府が全国一斉休校を要請したことなどを受け、いわき市の小中学校が休校となる今月4日から当面の間、日帰り施設を臨時休園することを決めました。休園となるのはハワイアンズ内のプールのほか、大浴場や露天風呂などすべてのテーマパークに加え、フラガールなどのステージプログラムも休止となります。ホテルは営業を続ける方針ですが、現在宿泊の予約をした利用者に説明をし、予約の変更やキャンセルなどの対応に当たっているということです。再開については、今月の15日までに状況を見ながら慎重に判断したいとしています。感染拡大を防ぐために郡山市では図書館も昨日から休館となりました。臨時休館するのは、郡山市内の中央図書館や希望が丘図書館など、分館を含めて17すべての公立図書館です。期間は今月1日から15日までの2週間としています。休館中でもウェブサイト上のサービスである電子図書館や本の予約は可能だということです。このほか、県内の図書館の多くで館内でのイベントを中止していて、休館について検討しているところもあります。